今日のランチは弁当屋さん、おむすびさんのお弁当です。自宅から近くて約700メーターぐらいのところにお店があります。3年ぐらい前にできました。お弁当専門のお店です。持ち帰り弁当は手軽で安くて美味しくてとてもいいんですが、食べる場所が困ります。いつも場所では頭を痛めます。それとこの後の処分をするのがまた大変です。ふかす場所は頭を悩まします。ここの弁当は野菜が多く揚げ物は少ないです。今日も揚げ物はありません。大好きなピーマンが入っています。綺麗な色のピーマンです。お値段も470円とても割安です。約30分から40分かけてこの弁当をゆっくり楽しみながらいただきます。食事の後、同じ建物の3階で英会話教室があります。今日はオーストラリア人のポールの英会話教室があります。英会話は皆さんについていけず、いつも苦労をしています。今日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。